Peggy 18。名前は横太郎です。で、職域はクリエイティブディレクターをやってます。で、仕事の内容はですね、雑用で、記憶に残った出来事はたくさんあるんですけれど、いろいろ言うとまずいので、今日ここでは言わないです。はい。よく聞かれるんですけれど、別に暗い世界だと思ってなくて、強いて言えばインスピレーションの源は現実世界だと思っています。まあ、女性キャラを題材にしようと思ったのは、他のいくつかのが全部ボツになって、残ったのがこの案だけだったっていうのが、まあ正直なところなんですけれど、であと女性の特質がゲーム全体にどんな影響を与えるかっていうのは、僕ちょっと正直よく分かんないですね。別に同じだと思います、男が主人公のゲームと。はい。まあ、シリーズっていうと3作目までを含めた内容だと思うんですけれど、まあ、そもそも3作目のシナリオの内容とか、これ言えないですよね、多分。発売前のインタビューだと思うので、こうご期待くださいぐらいしか言えないんで、大した言うことはないんですけど、まあ、ドラッグ・オン・ドラッグを10年やって、自分自身の感想というか、内面の心情っていうのをちょっとお話ししたいなと。特にこれ英語で字幕がつく予感がするので、英語圏の人にあんまり言ったことがないことをちょっと言ってみようかなと思います。僕昔からゲーム表現の可能性はですね、すごくいろいろ広いと思ってたんですね。例えばもっといろいろできる、ゲームの機能が進化して、もっといろんな豊かな表現があると思ってたんですけど、でも意外とそこには制約があってですね、許されてることがあんまりないずっと思っていて、例えばフルプライスの7800円とか、まあ、英語で言うと何ドルか分かんないですけど、60ドルぐらいですかね、60ドルとかのゲームを買って3分で終わるようなゲームを作りましょうって言っても、まあ、それ作れないわけですよね。やっぱりそこにはそのよく分からない、見えない壁がある。その例えばその3分が世界で一番美しい3分だとしても、それはまあ社会的な要求だったり、需要だったりして、作れないというのが実情なんですね。で、まあ、そうした隠された制約というか、見えない壁の中の一つにですね、やんなきゃいけないことの中に、僕ら殺すゲームを作ることを求められるんです。なんかを殺すっていう。で、大体のゲーム、世の中に出てる多くのゲームは殺すゲームがすごく多くてですね、まあ、殺さないにしても、その誰かよりも優位に立つ、スポーツとかそうですよね、誰かを倒して上に立つとか、まあ、そういうゲームがすごく多く採用されていて、まあ、実際そのゲームをお客様が好きだっていう構造があって、でついでに何より作ってる僕がその誰かより有利に立つっていうのがすごく好きだったんですね。それで昔からそれについてどうしてだろうって よく考えてたんですよ。でその時、10年前ですね、ドラッグ・オン・ドラッグを作った時に、まあ、殺すってことは何だろうってことを考えて、当時の他のゲームとかいっぱい見てたんですけれど、100人敵を倒しましたみたいな、100人突破撃破みたいなことをすごい自慢げに言うんですね。でちょっと冷静に考えると、100人人を殺して自慢するっていうのはちょっと僕正直感性としておかしいなと思って、殺人鬼ですよね、 100人殺したら、まあ、その狂気の沙汰だって思ったんですよ。だからドラゴン・ドラグーンの時は主人公の軍団を、まあ、この狂気の狂った人たちの軍団にした、正しくなくて狂った間違った人たちの話にしようと思って作ったんですね。ところが次のニアってゲームを作ったんですけれど、その頃には、まあ、911とかイラク戦争とか経て、まあ、どんどん世の中がテロとかの情報がいっぱい日本にも入ってきて、でその時にちょっと考えが変わりまして、人間は自分が正しいと思ってれば狂ってなくても人を殺せるっていうことをちょっとなんか世の中から感じたんですね。でニーヤの内容は人は自分が正しいと思ってれば相手を殺せるっていう、そういう内容のゲームになって、みんなは全員自分は正しいと思ってる、そういう内容になってます。Zero, go, defeat your sisters. No, you don't have the strength for this. These puppets are no match for a dragon. で、こういう話って、この
まあ、殺すゲームを殺すことを考えるゲームだったっていう話は、正直僕の内面の話でお客さんには関係のない話だと思うんですね。まあ、その実際にこれらのゲームがどういうゲームだったかっていうのは、本来はプレイヤーさんは自分で答えを見つけるのがゲームだと思うんですね。で、まあ、それとは別に作ってる側の内面というか、まあ、そういうのはもや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 よく分かんないことをずっと考えてると。で、今回3作目ですね。まあ、3作目の今回は2作を作っても、まあ、答えが出なかった、こう何をしたらいいのか分かんなかった。で、3作目の内容にはちょっと話がどうですとか雰囲気がどうですとかっていう話はできないので、こう触れられないんですが、まあ、一回転してあさっての方向に向かった、まあ、ちょっと変な答えを描いてみたんですね。まあ、それをやったんですけれど、結局はそこになんかこう自分なりの答えはないというか、まあ、答えがないことを描いたのが3作目だったっていうのがその自分の中の結果だったんですけれど、まあ、そのこれドラゴンドラグーンの釣りが、まあ、日本では発売されたんですけれど、まあ、これがおそらく発売されても世の中に殺すゲームはずっと蔓延したままで、すいませんポジションを直しました。テロや格差による飢餓はなくならないし、企業間の争いも消えないし、学校では友達よりも良い成績だろうってみんながこう争ってるわけですよね。もうこの他人よりも優位に立ちたいっていう世界は全くその僕がゲームを作り始めてから10年変わらなかった。結論を言えば10年間ゲームを作って殺すゲームのことをずっと考えてたんですけど、世界にもゲーム業界にもそしてドラゴンドラグーンシリーズにおいてもなんかこう変革や革新ということが今回なかったっていうのが10年を経て3個目を作ったようやくのたどり着いた結論で、まあ、失敗だった、まあ僕の内面では失敗だったっていうのが結果だったんですね。まあ、でも、まあ、そこででもって言ったのは、僕はゲームにはやっぱりそのすごい可能性があると確信しているので、だからちょっとこうせっかく海外の、まあ、字幕がここにこういうふうに字幕が出てると思うんですけど、字幕があるので海外の開発の方とかにぜひお伝えしたいことがあって、まあ、そのこういう表面的にも機能的にも隠された壁っていうのはすごくたくさんあって、今後突破できることがすごいたくさんあると思うんですね。特にこのさっきの戦争や人を殺す話っていうのはテロや戦争の当事国に住んでる人にとっては比較的平和な日本と違っていろいろ答えがあると思うんです。で、そういうその壁をこう当たり前を当たり前と思わずに世界をちょっと何か変革を起こしてほしいと僕はすごく思ってるんですね。まあ、なんかこう僕すごいインタビュー嫌いなんですけれど、今日わざわざ出てきてなんか話をする以上なんかちょっと意味のあることを言いたいなと思って、今日はそれを最後にお伝えしたいと思います。というわけで今回のドラッグ・オン・ドラグーン3を作り終えた僕の感想は以上です。それでは。Die!